1962年のロードレース世界選手権1962年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第14回大会である。5月にモンジュイックサーキットで開催されたスペイン GP で開幕し、ブエノスワイレスの最終戦アルゼンチン GP まで全11戦で争われた。50cc クラスが新たに加わり、この年から ロードレース世界選手権は前後クラスで争われることになった。50cc クラスはもともとヨーロッパ選手権として開催されており、西ドイツやイタリア、スペインといった国々のモテットメーカーの活躍で人気のあったクラスだった。また、この年のグランプリは前年と同じ全11戦で争われたが、スウェーデン GP はカレンダーから外され、代わりにフィンランド GP が 新たに加わった。ただし11戦すべてのグランプリでレースが行われたのは 125cc クラスのみである。前年圧倒的な強さで勝敗器量クラスを制したホンダはこの年から 350cc クラスと 50cc クラスにもチャレンジを開始し 350cc クラスでは参戦初年度に して 125cc や 250cc クラスと同様の成功を収めることに成功した。一方、新設された 50cc クラスではホンダに加えて、西ドイツのモッペッドメーカーであるクライドラー、そして日本のスズキという3メーカーの争いとなり、ホンダの4ストロークは、クライドラーやスズキの2ストロークの後陣を廃することになった。前年、 前々年と他のマシンと一緒に走るのが精一杯だった鈴木は前年に東ドイツから西ドイツへの亡命を果たした元 MZ のエースライダーエルンスとデグナーと契約しデグナーによってもたらされたノウハウによって鈴木のマシンはシーズンオフの間に一気に1000級の速さを獲得したのであるまたクライドラーのマシンは 50cc という 小さなエンジンの出力を無駄なく使い切るために手と足を使った12段変速という他に類を見ないギアボックスを持っていた。あくまでも4ストロークに関わるホンダは軽量、高出力の2ストローク勢に対抗するためにシーズン中には2気筒の 50cc エンジンの開発に着手しこれ以降より高回転、高出力を目指して 滝投下とギアボックスの多段化への道を進むことになる。なお、前年グランプリデビューを飾ったヤマハは、日本国内での新型モデルの商業的な失敗を、理由にこの年のグランプリ参戦を見合わせている。ライダーにとってはこの年は、陰惨なシーズンでもあった。最先の良いスタートを切った高橋国光は、満刀の 125cc クラスでクラッシュし、 治療に一年を要するほどの重傷を負った。そしてその後の 350cc クラスのレースでは、前年の 125cc クラスチャンピオンのトム・フィリスが、事故で死亡した。前年の 500cc クラスチャンピオンで、フィリスの友人でもあったゲイリー・ホッキングは、フィリスの死に強いショックを受けて、満頭の後に二輪レースから引退したが、この年の12月に、 南アフリカのダーバンで4輪の F1 マシンでの練習走行中に事故死した。ホンダのジムレッドマンもホッキングと同様にチームメイトだったフィリスの事故のショックから引退を考えたがボブ・マッキンタイヤからの強い遺留を受けて思いとどまった。しかしそのマッキンタイヤ自身は 250cc クラスでランキング2位につけながら8月にイギリスで行われた ノンタイトルレースでのアクシデントで命を落とした。プライベーターとしての参戦ながら、ゲイリー・ホッキングとマイク・ヘイルッドが乗るメガボルト、アグスタは、前年から出場したすべてのレースで勝利を収めており、この年の開幕戦となった、マンシマでもディフェンディングチャンピオンのホッキングが優勝した。しかしホッキングは、直前の 350cc クラスのレースで親友でも、 あったトム・フィリスが自分とのトップ争いの最中の事故で死亡したことにひどくショックを受け、レースが終わったその足でメガボルト・アグスタ本社に出向いて、アグスタ伯爵にロードレースからの引退を伝えた。ホッキングの引退によって同じ4気筒に乗る者がいなくなったヘールウッドは敵なしとなり、第2戦のダッチ TT からイタリア GP まで5連勝で 500cc クラスでは1度目と、 なるタイトルを決めたこの時のヘールウッドの22歳という年齢は、1983年に、フレディ・スペンサーが20歳でタイトルを取るまで 500cc クラスチャンピオンの最年少記録だった。この年2位に連続入賞して、ヘールウッドに続いたのは、マチレス G50 をカルアラン・シェパードだったが、シェパードが GP 初優勝を挙げた、フィンランド GP には、 ヘールウッドは出場していなかった。また、最終戦のアルゼンチンも前年と同じく有力な、ライダーが出場せず、優勝したベネディクト・カルダレーラーをはじめとして、地元のライダーが揃って、ポイントを獲得したが、レース内容は4位のライダーが、トップから5周遅れになるというものだった。レッドマンのホンダ RC171-350CC クラスに、ホンダが、 初めて投入したマシンは、前年 250cc クラスのタイトルを取った4、気筒マシン RC162 のボアを拡大して、排気量 284.5cc とした、マシン RC170 だった。前年、いくつかのサーキットで、RC162 が記録したタイムが 350cc のチャンピオンマシンである、メガボルトアグスタにも匹敵するものだったという事実が、 ホンダの賞賛だった。開幕戦の満島では、メガボルト、アグスタのマイク・ヘールウッドとゲイリー・ホッキングに1点にフィニッシュを許した上にエースライダーのトム・フィリスを事故で失うという、ホンダにとっては、惨憺たる結果に終わったが、続く、第2戦のオランダでは、ジム・レッドマンが、ヘールウッドに30秒の大差をつけてホンダに、クラス初優勝をもたらした。 そして第3戦アルスター GP、ホンダが、排気量を 339.5cc まで、拡大した上に各部に改良を加えた、RC171 を投入するとヘールウッドの、メガボルトアグスタや前年ランキング2位に躍進した、フランタスタスト2位のヤワは、立ち打ちすることができず、レッドマンが、 第5戦のイタリアまで4連勝を飾って 250cc クラスとのダブルタイトルを決めた。前年型から本土変更のないマシンで 250cc クラスを戦ったホンダだが、前年同様に RC160 には圧倒的な速さを見せ、出場した9戦すべてのレースで勝利した。開幕戦からの2戦は、 ジムレッドマンが勝利し、特に第2戦のフランスは、ホンダの3人が1、2秒差でフィニッシュし、しかも4位以下のすべてのライダーを周回遅れにするというホンダの圧勝だった。マンシマ TT では、デレク・ミンターがグランプリ唯一の勝利を記録したが、彼は、ホンダのファクトリー契約ではなく、マシンは、イギリスの輸入代理店を通じて、手に入れたものだった。その後は、 レッドマンとボブ・マッキンタイヤが勝利を分け合ったが、マッキンタイヤは、ドイツ GP の後に、イギリスのノンタイトルレースで命を落としてしまった。結局6勝を挙げた、レッドマンがシーズンを制し、マッキンタイヤは死後ランキング2位を手に入れることになった。第8戦東ドイツ GP では、ニコライ・セボストヤノフが5位に入り、ロシア人として、初めてグランプリでポイントを獲得した。 セボストヤノフはこの後の 350cc クラスでも6位に入賞している。また、ホンダが出場しなかった最終戦アルゼンチン GP はモトグッズに乗るアーサー・ウィラーが優勝したが、これがグランプリにおけるモトグッズの最後の勝利になると同時に46歳というグランプリ優勝の最年長記録だった。食べりが勝った。 ホンダ RC145 ホンダが投入した前年型の 2RC144 から大きく改良された RC145 が 125cc クラスを完全に支配した。ホンダが出場しなかった最終戦を除く10戦べてで1.2フィニッシュを飾り、さらにそのうちの6戦では表彰台を独占したのである。開幕戦のスペインからに連勝した 高橋国光は、第3戦万島の一周目のクラッシュで戦列を、離れたが、満島では変わって、ルイジ・タベリが優勝した上に5位までを、ホンダのライダーが占めた。タベリはそのまま連勝を続けて、第7戦アルスター GP で5勝目を挙げて、初タイトルを決め、続く東ドイツでも勝利して、連勝を6まで伸ばした。前年の二気筒マシンが全く良いところがなく終わった。 鈴木はこの年は2ストローク短気筒の RT62 を走らせたが、ヒュー・アンダーソンが、ホンダ勢が欠場した最終戦のアルゼンチンでクラス初勝利を挙げるのが、やっとで、翌年は再びに気筒マシンを投入することになる。もともと、ヨーロッパ選手権で、モペッドメーカーが活躍していたクラスということもあり、世界選手権として、初めてのレースとなった。 開幕戦のスペインでは、ヨーロッパ選手権時代から上昇だったクライドラーの、ハンス・ゲオルグ・アンシャイトが優勝し、2位には、ホセブスケのデルビが入って、スペインのメーカーとして、初めてグランプリでポイントを獲得した。第2戦フランスでもクライドラーのヤン・ヒューベルズが勝利、したが、第3戦の満死までは一転して、鈴木の2ストローク対、ホンダの4ストロークという日本勢同士の争いと、 なった。そしてレースでは2ストロークのスペシャリストであるエルンスト、デグナーが乗る鈴木が、壊れやすい2ストロークは長く複雑で過酷な、マウンテンコースには不利という定説を覆し、1 2 0トルを超える平均速度でグランプリ初優勝を飾った。ロータリーディスクバルブを採用し8段ギアボックスを持つ、鈴木の RM62 はその後も安定した、速さを発揮し、 デグナーは、ドイツ GP まで4連勝でポイント争いをリードした。アンシャイトもコンスタントに表彰台に上り続け、イタリア GP では2勝目を挙げて、総ポイント数では、デグナーを上回ったが、成績の良い6000分のポイントを有効とするという、有効ポイント制によってタイトルは、デグナーと鈴木のものとなった。ホンダは、ルイジ・タベリが 第9戦のフィンランド GP でやっとクラス初勝利を挙げたが、短期等の RC111 では2ストローク勢に対抗できないとして、シーズン半ばには4ストローク2気筒マシンの開発に着手していた。しかしこの2気筒マシン RC112 はこの年のグランプリには間に合わず、完成したばかりの鈴鹿サーキットのお年として11月に開催されたノンタイトルの日本 GP が、 デビューレースとなった。この日本 GP にはデグナーも出場して、ボールポジションを取ったものの立体交差手前の右コーナーで転倒し、デグナーカーブとして名前を残すことになった。500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス、500cc クラス 350cc クラス250 CC クラス 125CC クラス 50CC クラス。ありがとうございます。